この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッちゃおう、ペロッと、すごいよ。ではでは、しおりんに続く今回の気になるムフフさん、実は今回、今まで来たムフフさんとちょっと違うです。え、実はここじゃなくて、ここの座を狙ってるムフフさん。あ、これゾクッとしたんですけど、やべすか。え、やぶがこうくるやるとしたら、ね、な生気配とかすごいやることじゃないですか。いやそれは勘弁しかないよ。やるとしたらリアルに朝日奈だと思います。違います、ちゃんとあの私と同じ事務所でデビューした、うん、ムフフ女優さんなんだけど、はい、ライター、ライターの座を狙っている、スケットライターの座。おー、なるほど。だとりあえずここでワンクッション行って次ここ来るかみたいな。へー、初めてですね、そんな方。はいはい、じゃあまずスペック、ムフフさんなんで、はい、上から84、59、85の D カップでございます。いい感じ、ドラゴンズ、ちょうどいい、ちょうどいい、ちょうどいい。ではお呼びしましょう、はい、星アンズさんです。どうも、初めまして、星アンズと言います。よろしくお願いします。スーパーラッキー、スーパーラッキー、かわいい、クジラッキー、いた。同じ国の人なんですかね。いや、もうめっちゃいそうですもん、ライダーで。やだな、ここに来るとまともなのはいないんですか。いや、見えないですね。いや、まあ、ライターさんって言ったら、おーってなりますけど、どっちかと言ったらライターさんっぽいかも、うん、あー、本当ですか。ムフフさんっていう、打つのと打つのどっちが好きなんですか。あー、難しい質問ですね。どっちも好きなの。どっちも好きなんです。どっちが好きなんですか。いや、断然ですよね。変わればいいじゃん。変わっていい、誰も止めない。誰も止めない。タイトルも決まってるから、一発目、まばたきの長い女って。全然エロい、昔の夢みたいな。全然エロくなさそう。おかしくないね、タイトルだけ。と、うん、あれとる、わかんないですけど、初回だけなんですか。あっちでの、はい、あ、でも初回じゃないですか、幕外で。もともと幕ない子とかいますからね。そう、2回目、3回ないない、え、なかった。自分で破ったんじゃない。なんかね、破れちゃったでしょうね、日常生活。もうこっち幼稚園とかやったら、ウィーウィーって。やだ、今完全に強い方だったじゃないですか。それはないでしょうね。今、ハイの方だった。え、1年、そっからおっは何本見たの。何本だろう、もう100本近く見てるかもしれない。信じられない。最初にしてから3日に1回のペースやってるよ、それ。すごいね。驚きのムフフさんを迎えての本日の対戦騎士はタイガーマスク3 98.8% という驚異の継続率で図柄が揃い続けるタイガーラッシュがポイントだ。ルールはいつも通り、シンプルに最終出玉数で多い方が勝利となる。そして魚拓が勝てば、星アンズちゃんがすっぽんぽんとなり生着替えを披露。ご期待あれ。すげえレンジャーするんですよ。すげえレンジャーします。どういうことなんですか、98% って。98% についていくんですよ。じゃあ、ハズレの方が確率少ないってことですか。そうそうそう、2個のハズレを引かなければ大丈夫。じゃあ、いっぱい玉が出る。50連、100連、当たり前。400連とか500年58人喜んでみたいな言い方。すごい、やばいやばい、やばいですよ。ただ確変 50% 突入しないとちょっと厳しいので。確変、あー、単発で終わっちゃうか。単発だと出玉もちょっとちょろっと、ちょろっと、なんかちょろっとみたいな。そのラッシュに入れられるか。今のジェスチャー、早くデビューしてください。怖いです、この後実践中心から何言われるか。